こんばんは、えっと、アクセルと申します。一応フランス人です。えー、日本に来て六年半くらい経ってて。で、えっ、ー、と、いろんなとこまあ、大体ゲーム業界で働いて、今はアメリカの、えっ、ーまあえー、と、まあ、その。えっと、まあ、ゲームも、えっ、ー、と、エンジンもやってる会社で、えっ、ー、と、ソフトウェアエンジンやっております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、まあ、後で詳しく話してくれると思うけど。 ゲームやアニメで日本語を習得したツアーものです。よろしくお願いします。でえー、っとはいあの今の声の後でやるのはめちゃくちゃ恥ずかしいあの僕はめっちゃ本当に元的と。 あ,あいう感じでもう本当にお認めしましたから、本当にあの許してください。ということで、この前言った通りえー、っり、日本でもう7年目で、えー、っとフランス出身で28歳。で今外、まあ、外資系でソフト,ソフトウェアエンジンやっております。えー、メインの言語は C++ プラプラになってますね。えー、っと趣味はまあジムお酒、お酒大好き。特にあの日本のウイスキー、あのサントリー系大好き。 あのこの前ね、あの京都の、えー、と山崎の工場もそして小渕沢の、えー、と白州工場も見に行ってすっげー盛り上がった。で、えー、これはねあの、インドカレーも大好き、これあの、ねあの、もちろん和食とかも全然好きだけど、でもインドカレーってそういう、あんまりないから、フランだからもう本当に日本来てからあのはい。 あの見つけた宝物たというかで、えー、とディズニーとかも結構好きでもちろん昔からゲーム大好きで、えー、とその理由で、えーまあ、日本でゲーム作ろうとあのしてたけどももうあのゲーム今でもすごく好きだけどももうもう趣味ではなく仕事なんで若干違うで、えー、とそれは、えー、と僕の友達の中でもよく聞くことなんですけど日本人と働きづらい という意見はよく聞きますねでも個人的にあの僕は全くそうだと思わないただそれは本当にすごく大事なことなんですけどあの同じ外国人でもそのまあ愛知業界で働いている欧米人、まあ、その白人とかとあそのコンビニとか居酒屋で働いているネパール人のまあ生活はだいぶ違うわけ。 だからもうそれは本当に、えー、とこれから言うことを個人の意見だけでそして,、まあ、なんていうのもう贅沢な、えー、と生活を生きている、えー、とフランス人としてあの受けていただけると嬉しいです。ということで IT、えーね、業界っては、ね、すごくいいと思いますよねあの日本であの頼もしい人がすごく多いそして、えー、と差別とかパワーハロとか。もう 一一切一回も感じたことがない会社で,で、えー、本当に僕は実は卒業する前に日本に来てインターンシップできてでその、えー、とインターンシップでやってた会社であのそのインターンシップが終わったらよかったらここで働かないってあの言われて OK じゃあぜひもう本当に適当な感じででそのいたからずっと行ってでもやっぱりそのもう本当に何にもわかんないあの C くらいちょ、し、ちょっとかけるくらいの本当にプログラマーのままで、その本当にひよこの僕に全て教えてくれたのは、もう99%は、えっと、日本人です。で、あの、今の会社でも、前の会社でも、今はアメリカの会社だけど、えっと、フランスの会社も日本の大きい会社でも働いて、で、残業は、まあ、さすがにその開発してるならたまに、まあ、たまにっていうか、よく出るけど、でも意味のない残業は僕はほとんどしたことない。 だから、えー、と大変でなんていうんだろうあの終電たまに終電とか帰っても理解できてたかなで、えー、と今でもねあのアメリカの会社でも一番背負っている人の全員日本人ですよ本当にてかチームで外国人は僕だけなんで仕方ないことなんだけどはいあなんで まあ日本はまあ外国人に優しくないとかえと働くの大変ですとかパワハラとか差別とか見たいな意見はえとまあ申し訳ないですけど僕は知りませんえでも本当に友達はそれ本当にあのたまに聞いてでその居酒屋とか飲みながらその話聞いたらまあいやいやいやお前の会社ダメだけなんじゃねえってあのよく思いますよねとでもさすがにね えっとトラブルは起きます。まあそれは仕方ない。で、えっ、ー、ともう本当にソフトウェアエンジニアだったらもちろんチームで働いてますが、あの一番話す相手は人間ではなくパソコンなので、まあえっ、ー、となんていうの一番問題になってるのはまあ人間ではないかなと思いたいけど、 あのやっぱりコミュニケーションのトラブルはね、たまに起きますね、特にあの本当に日本に来て、まあ、あの最初は、まあ、窓岡さん言った通り、もう本当にそのアニメとかドラマとかゲームとかでも勉,あの勉強というか、あの学んでたので、まあ、日本語は本当に厳しくて、なかなか通じてなかったんですよ。 で、えー、それはもちろん、それは、えっ、ー、と、外国人として、まあ、日本で働こうとしたら、えっ、ー、と、まあ、自分から、えっ、ー、と、まあ、努力はもちろん当たり前なことだと思いますが、その時の、えっ、ー、と、同僚は、本当になんていうの、もう敵ではなく、えっ、ー、と、味方だったんですよね。で、それは本当にすっごくありがたいこと。で、えっ、ー、と、そうですね、あの、外国人だから仕方ない。 と言われるのは多分一番寂しいことですね。特にあの日本到着したばっかりだったら、なんていうんだろう、まあ、文化違いいっぱいあるわけ。特にフランスと日本、本当にもう全て違うから、あの文化とかその人間のまあ関係とか。だから、えっと、もう本当に仕方ないとあの、じゃなくて、もう本当にじゃあ,あの説明しますと言われたい、あのそのミスするとき。 でそれももう本当にすごく大事だと思います。そうしないと成長しないね、人間としては。で、えっ、ー、と、これは結構、まあ、プログラマー向けの話になっちゃいますが、ソースコード、たまに、あの、それで問題が出ますよね。あの、で、当たり前ながらと書きましたが、あの、あるところで当たり前じゃないらしいなので、あの、改めて、あの、言わせてください。あの、変数と関数は、 あの日本語のロマ字ではなく英語でそれはもちろんあのフランスでも同じことやったら同じことを言います何、まあ、かプログラミングってさ、まあ、あくまで本当に英語なんで、えーとまあ仕方ないことでで、えー、とコメントもね本当にその,もその理解の問題、えー、のみならずあの本当に本当にあのその特にシステム系あのやってる人は絶対にそういう、えー、とネタは絶対やる あるんですよあのエンコーディングの問題は必ず起きます。なので、えー、とアスキーじゃないキャラクターはやめてほしい、正直。<laughs> うんうん、で、同じあの、なんかフランス語でもね、アスキーじゃないキャラクターもいっぱいある、だからフランスで,あのフランスで全く同じ講演し,たしても、まあ、絶対に同じこと言うから、それは差別ではない、全然、本当にめんどくさいだけ。 だから、目で、まあ、どうしても、まあ、英語とかできないから、まあ、せめて、ロマ字で書きましょう。うん、コメントがきついけどね。まあ、えー、そして、ドキュメンテーション。ドキュメンテーションに関しても、やっぱり、あの、いろいろありますよね。なんか、特に、まあ、英語で全て書くのは、まあ、それは、気持ちはわかります。あの、その、本当につらいと思いますよね。でも、えー、そうしないと、特に、その、 えっと、例えば SDK とか、えっと、API とかそういうのを提供したら英語でドキュメンテーション書かないとえー、まあ海外の会社とまあ提携や仕事はまあ簡単にするとそのチャンスはできまあえっとなくなりますそしてだ例えばまあシリコンバレー来てまあすごく優秀なプログラマーがいてでもまあ日本語はこれからでもすげえ人が来たら その、まあ、社内のデータベース、まあ、のコードは、ドキュメンテーション、まあ、英語のドミッションがなければ、その人は採用できないので、寂しい。かな会社として。で、えっ、ー、と、まあ、それは当たり前ことなんですけど、その会社の、えっ、ー、と、まあ、社員の英語力が伸びない。なんで、えっ、ー、と、すべて英語で書くのはさすがにないと思いますが、大事な API、大事な SDK で、まあ、それくらい、 本当に、えっ、ー、と、頑張って英語で書いてみてほしいな、と思います。で、早い、もう終わり、大体。で、あのー、あのー、まあ、それくらいね、あの、本当に僕はあまり文句はね、特にないので、何とも言えない。ただ、えー、それはおまけというか、えっ、ー、と、友達と話してよく聞くこととか、そして、ま、日常で、あの会社だけではなく、たまに思うこと、あの、適当にまとめました。 えっとそれはね、一番ある、一番寂しいあの。せっかく日本語で話そうとしてるのに、返事は英語で来る。それはあの寂しい。え俺の日本語だめなのそんなえそんなにだめなのって思っちゃうから、それはできあもう多分みんなね、もうその相手はそんな気持ちでや,や,や,やってると思わないんですよ、もちろん。でも結局、あのそんなふうにあの受けるんで、 できれば日本語で書いてほしいな。で、えっ、ー、と、そうですね、有給今の会社でも本当に問題ないんですけど、その前の会社で有給があってもなかなか取れない。で、それは正直ありえない。あの、10日間あれば10日間取る。普通はね。 で、もうそれはね、あの、じゃあ、あ、えー、の、前の会社でも外国人が多くて、じゃあその外国人用のルールみたいな感じになってて、じゃあ外国人はまあ実家帰るから10日間取ってもいいっすよ。でもじゃあ、えっ、ー、と、日本人はいや別にって感じになっちゃうと、それはやっぱチームの中でまあ問題、トラブルはいっぱい起きるんで、さあもう本当に、えっ、ー、とまあ、ある有給は取らせてほしい。はい。 で、えっ、ー、と、もちろん、あの、年齢はすごく大事だと分かってる。で、年齢でやっぱり経験集まりとかいろいろあるんで、年齢でももちろんすごく大事ですけど、それだけではなく、まあ、あの、主にね、えっ、ー、と、スキルで年収決めてほしい。それは特にその結構、まあ、なんていうんだろう、あの、伝説みたいな日本の会社でよくあることだと思いますが、個人的にそれはあまりいいと、 思わなないかなで、えー、とそれも、まあ、多分愛知でそんなに問題ないと思うんですけどね男女は同じ能力同じ、えー、と技術力同じ、えー、と経験で、まあ、同じ年収にでもたまに見ますよねその坂はまだでそれはね僕はまあ飲み会す飲むのはすごく好きで僕はそういう問題は全く一切ないけど 友達よく聞くのは、えっと、飲み会はね、あんまり参加したくない。でも参加しなかったら、なんか次の日なんか言われる。それは、あやだよね。あくまでも飲み会は仕事じゃないんで。で、それはすごく、次はすごく大きい。あの、ガラパゴスのツールは、なるべく使わない。 こと。あの別に日本ですごくいいツールがあればもちろん使ってほしいんですけどでもあのここは日本だからあの日本のツールは専用,あの専用にしてますみたいな感じはねあの良くないと思いますね。何かというともう IT ってもう完全にグローバルだからそしてまあ世界中のどこでも大体まあ使ってるツールはもう大体全てまあえっと共有してるんで そそうですねそれはじゃあ簡単にするとねすっごくあの僕はソニー大ファンなのでもうそれは本当に例えとして受けてほしいんですけどじゃあ例えば iPhone は使わない、x p e r i a 使うみたいな感じは、ね、あまりよくないと思うそして例えば、じゃあスラックではなくチャットワーク使うとか、まあ、チャットワークは別にいいと思うけどねでも、えーまあ、そういう感じあのそのいいツール使いましょうそれは日本のツールか海外のツールかとあの、まあ、限らず。 であの一番最後あの、よく見ることですよね。外国人だから言ってることはすべて正しい、すべてあのすごく偉い、すべては頭いい、すごい。けど、バカなこといっぱい言います、本当に、特に僕は。だから、あの最後に例えば、えっと、受付嬢は可愛いかったらナンパさせてと言ったら、それはもちろん鹿としてもあの構わない。はい、<laughs> というわけで、えーと、以上になります。 ありがとうございました。